穴蔵です本日の体調はですね起きたてから頭痛がしましたねこれちょっとエアコンですね起きたら23度台だったんで冷えすぎが原因ですねで一日通して大して良くもなく悪くもなくって感じですかね 頭痛があったんでね、まあ、なんとか過ごしましたけど、本当は悪くないんですよ。うん、エアコンですね、やっぱり今日は、まあ、いつも失敗しちゃうんですよね。25度ぐらいだと問題ないんですが、うん、設定はね、してたりするんですが、まあ、必要以上に温度が下がってたりと、まあ、困っちゃいますね。 そんな感じでね送ってますが芸人のヒロミさんっていいんじゃないですかあれとバナナマンの日村さんのあのゴルフのチャンネルがあって、ね、面白かったんですけど今日またねあの前澤さんとプロゴルファーの,あの青木功さんのチャンネルがねありましてねこれがまたね 面白いんですよゴルフってね結構でも需要、ね、まあそれでも、あのー、競争は激しいでしょうけど青木功さんが出たっていうのはねこれはちょっと見応えがありましたねまあ自分もねパターの動画を上げようと思った時期ありますけど あと打ちっぱなしとあのバッティングセンター、この辺はは、ね、健康にいいと思いますね。ストレス発散にもなるんで、まあ、ちょっとね、あの費用はかかりますが、あのできる人だったら、ね、悪くないと思いますね。